テームのバーティ施釈は、かつて存在した、イギリスの施釈員。外交官、フランシス・バーティが1918年に除されたが、1954年に、廃絶した、アビンドン伯爵家の分野筋であった。初代施釈、フランシス・バーティ中尉英国大使等を歴任した、外交官、フランシス・バーティは、1915年6月28日に、 オックスフォード州におけるテームのバーティ男爵に助せられた。彼はさらに中仏大使退任翌年の1918年9月2日には、オックスフォード州におけるテームのバーティ爵に少女した。この二つの爵位はいずれも連合王国貴族爵位であった。彼が女爵からわずか一年後に没すると、爵位は息子のビア・フレデリックが継承した。二代爵ビアフレデリックは、 法廷弁護士を務めた。しかし彼には子がなかったため、同人の死をもって、借位はわずか2台にして廃絶した。また、初代子爵は、第6代アビンドン伯爵モンタギューバーティの次男であったため、歴代の子爵家当主はアビンドン伯爵及び臨時伯爵の潜在的な継承権者でもあった。ありがとうございます。